で、ここで両チームスターティングメンバーの紹介です。はじめにビジター鹿島アントラーズ背番号1番ゴールキーパー早川智樹、はい、背番号32番ディフェンダー野々木美斗、背番号55番ディフェンダー上田直道、背番号39番ディフェンダー津久井圭介、背番号2番ディフェンダー安西光輝、背番号25番ミッドフィルダー佐野海舟、背番号14番ミッドフィルダー樋口優太、背番号77番ミッドフィルダーギリルメパレジ、背番号33番ミッドフィルダー中間隼人、背番号40番フォワード鈴木優真、背番号7番フォワードチャンビッチ。続いてサブスティテュースの紹介です。背番号31番ゴールキーパー山田大輝、背番号16番ディフェンダー菅井秀弘、背番号8番ミッドフィルダー土井翔真、背番号15番ミッドフィルダー藤井智也、背番号30番ミッドフィルダー名護慎太郎、背番号36番フォワード諸岡秀、背番号37番フォワード勝田裕樹、監督ランコ・ポポビッチ。You should know.